はい、プレイボール、どうも野球人です。巨人不振の丸が2軍落ち、代わりに立岡が1軍昇格ということでございまして、ちょっとね、不振の丸選手が、入れ替わるということでございますので、見ていきましょう。はい、巨人丸が不振で2軍落ちと、巨人、丸外野手が2軍に合流することが4日決まった。不振でのファーム再調整というのは巨人移籍後初、代わって立岡外野手が5日から1軍に昇格するということです。丸はですね、4日の、日本ハム戦に6番センターで出場だが、初回ワンアウト2塁3塁の攻撃で空振り三振に倒れるなど、4打席で3打数無安打2三振に終わっておりました。丸選手は今季ですね、開幕直後の4月4日に新型コロナウイルスの陽性判定を受けて離脱、23日に1軍復帰したが、その後も安定した打撃を見せられず、交流戦成績もこの日の試合を終えて打率1割8分8厘、本塁打打点ともになし、30日のソフトバンク戦ではスタメンを外れるなど本来の調子を欠いていたということでございまして、状態は上がっていないのはね、目に見えておりました。原監督のことでしょうから、そろそろあるのかなと思って、おりましたが、案の定と、いったところではないでしょうか。では丸選手ですね、ちょっといろいろ見ていきましょう。はい、丸義弘選手ですね。2007年高校生ドラフト3位で広島に、入団しました。年俸が今シーズン4億5000万円、出身地千葉県、1989年4月11日生まれ、177センチ94キロ、ポジション外野手で右投げ左打ちの選手です。はい、カープで活躍後2019年から巨人へ移籍、昨シーズンまでの2年間は全試合出場で好成績を残し、巨人の優勝に貢献しました。しかし今シーズンは開幕から負傷が続き、4月3日に新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。それでですね、4選手ともに抹消ということになりました。その後は隔離期間を経てチームに合流していたんですけれども、はい、その後も打撃不振で2軍へということでございました。で、巨人では初ということだったんですけれども、広島の期間を入れても実に9シーズンぶりの、不振での2軍落ちと、いうことになっておりますので、やはりですね、ここまで本当に安定した成績を残していた丸選手なので、今シーズンはねちょっとイレギュラーなこともあって、なかなか厳しいシーズンになっているのかなというふうに思います。ではですね、そんな丸選手なんですけれども、成績の方をねちょっと確認というか、通算成績と今シーズンの成績で何かおかしいところはないか確認していきましょう。はい、では成績の方ですね、見ていきましょう。2021年1軍成績から見ていくと、ここまで40試合で打率2割2分7厘、132打数の30安打4ホーマー、8打点42三振26四球、盗塁が2つ、BBK が 0.62、出塁率が3割5分4厘、オーベース 0.718 という成績です。で、その他はですね、WRC プラス96、ウォーが 0.8 と、いうことで、WRC プラスはですね、100が平均値なので、平均よりちょっと下ぐらいですね。でもほぼ平均と言っていいんではないでしょうか。で、守備も、ぼちぼちということなんで、ウォーもね、0.8 と、悪くない数字は出ております。なので打率こそ低いんですけれども、センターのレギュラーとして考えたときに、スリー率も高いので、悪くはない数字なんですよね。決して今シーズンも。しかしですね、丸選手、通算成績と、比較してみると、通算がここまで1392試合打率2割8分、1385安打205ホーマーですね。で、 BBK が 0.78、 スリーリス3割9分8連オペスが 0.897 ということで、やはり通算成績を見ると、今シーズンの成績とは、めちゃめちゃ開きがあるなという印象でございます。なので、センターのレギュラーとしては、ぼちぼちというところなんですが、丸選手というね、すごい成績を残す選手と比較すると、やっぱりね、かなり見劣りするかなというふうに思います。で、WRC プラスもですね、通算では159と、めちゃめちゃ高い数字を残しているので、そういう意味でも、そうですね、パークファクター、入れてもですね、ここまで違うということになりますので、今シーズン不振とね、言っていいでしょう。
で、そしてですね、まあ、なぜここまで違うのかと言いますと、まあ、打撃スタンス自体は問題ないかなというふうに思いました。ボール球スイング率、ゾーンスイング率ともにですね、見比べてみましても、シーズン平均、まあ、昨年のね成績と、まあ、何ら変わりないものは出ておりますので、まあ、そこじゃないのかなというふうには思いました。まあそこでですね、結構よく見たんですけれども、一つですね、気になるところがありまして、ストレートがね打てていないんですよ。で、まあこれまで丸選手は非常にストレートに強い選手でございました。ですが昨シーズン若干ねちょっとねその数字が落ちていたんですよね。まあそれでも、まあ、範囲の中ではプラスの数字ではあるんですけど若干落ちていたと。で今シーズンはそれがマイナスになっているんですね。まあ、ストレートがここまで打てていないということが分かっております。まあ新型コロナウイルスでの調整不足が影響しているのか分かりませんが、2軍にね落ちて調整するにあたってそこでちょっと重点的にクリアにしていけば、今までの丸選手の活躍がまた見れるんじゃないかなというふうに思いますので、まあちょっとね、そこ注目して2軍の試合とかも見ていただいたらなというふうに思います。では以上が丸選手の成績比較でございました。そして丸選手、落ちたんですが昇格する選手ですね、見ていきましょう。はい、で立岡選手が昇格するということになっておりまして、イースタン成績見ていくとここまで33試合で打率2割8分8厘111打数の32安打3ホーマー9打点19、三振13四球4盗塁 BBK 0.68 出塁率3割6分5厘 OPS が、0.825 という成績です。まあしっかりとね成績残して上に上がってきた選手ですね。まあ、本当に状態もね、ここ最近上向きになってきておりますので、そういう意味ではまあまあまあ妥当かなというふうには思いました。でまあ今の状況ですね、梶谷選手、もう今いないんですよね、怪我で。まあ、梶谷選手、丸選手いないとなると、いつも以上にですねやはりチャンスというのは、あるシーズンになっておりますので、まあしっかりね、まあ、それをギュッと掴んでいただいて、まあ、一軍定着というのも、目指せるのかなというふうには思います。まあ、梶谷選手が、まあ、もうそろそろ、まあ、実戦復帰かなというふうには思いますので、まあ、彼が上がってきた時もですね一軍に入れるような活躍を期待したいですね。はい、というわけで、以上でございます。最後に、まあ、ファンの皆さんのコメントも読んでいきましょう。はい、ではこちらですね、見ていきます。優勝するには確実に丸の力が必要になってくる。上ではいろんな人が丸の穴埋めをしていると思うから確実に本来の姿に戻して帰ってきてね、みんな待ってるよということで、まあやっぱりねどの、まあ、コメント読んでも丸選手の力っていうのはですね、まあまあみんな信頼しているようでしたので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、やっぱり頼りになる選手っていうのは、見て感じているので、本来の成績、出せるようなね、状態にしてまた本当に戻ってきていただきたいなというふうに思います。はい、こちら見ていきましょう。立岡も悪くないが八百板は陽も1軍で使ってほしいな。まあ八百板はセンター守るのは難しいけど陽は2軍でフルスで試合出てるし守備にもついているので問題ない、復帰したばかりって言ってるというのは試合見てないんだろうなということで、まあ結構この声はありましたね。特に陽大観選手、まあ打席連続ホームランとかね打っていましたので、まあ、そういう意味では、まあ、やはり見たいなという意見は分かりますね。まあ、ですが、まあ、復帰したばかりっちゃばかりなんですよね。多分2軍で数試合しかまだ出ていないので、まあ、そういうのはあってね、まだ様子見なのかなというふうには、思います。まあですが、まあ、状態はね本当に上がってきている選手なので、まあ、見たいですよね。まあ、最終年っていうのもあるので今シーズンが、まあ、なので、しっかりと、まあ、どのタイミングかわからないですが、まあ、1軍でおそらく昇格する時期は来るとは思いますので、まあ、その時に期待かなというふうに思います。はい、では以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット、ありがとうございました。